ダルビッシュ有、WBC 期間中の食事会でぼったくられていたと告白。月曜日にフジテレビ系で放映されたジャンクスポーツ2時間スペシャルに、WBC 日本代表でコーチを務めた白井一幸氏が出演。当時を振り返って、ダルビッシュ投手は若い選手にどんどん声をかけて、チームに垣根をなくすという意味ではすごい役割を果たしていたと絶賛した。そして、米国ラウンドの準決勝メキシコ戦を前にした決起集会に言及。ダルビッシュ投手の食事会、選手のみ全員招待ですから、飲み合うタイヤですごい勢いだったらしいですよと話し、それでお会計が運100万と明かしてスタジオをどよめかせた。この様子を紹介した記事がネット上で公開されると、ダルビッシュが X でリポスト。苦笑いの絵文字を添えて、マイアミでの食事会はステーキレストランで味は最高だったのですが、簡単に言うとぼったくられてとんでもない額になりましたと告白したのである。さらにフォロワーのコメントに呼応する形で、しっかりとしたレストランだったんですがどさくさに紛れてとんでもない額のワインを勝手に開けようとしていたり、やり方が本当に汚かったですと訴え、マイアミではよくあると言われました、と綴っている。一般人の1万くらいだろ。それなりの店ならぼったくりなんかしないと思うよ。本当にそれだけ使ったんだろう。ダルさんって、マジで帽子取らなくなったよな。この像は何なんだわら。大谷翔平いないのに一平が真ん中に陣取ってるやんわら。高いワインが紛れ込んでたのか、これもぼったくりになるのか。大谷いないけどマイペースで寝てたのか、この写真撮ったのが大谷だったのか。参加人数、アメリカ、飲め合うタイヤ、金額妥当じゃね。ダルだと1000万支払いなら一般人の10万支払いレベル？大谷がいないんだけどハブられてるん。寝てる時間じゃない？起きてても食事は塩パスタらしいし、こういうエピソードも映画に入れろよ。坂台が高かったんじゃないの？大食いの野球選手が30人。次の WBC 監督はダルでええやろ。ぼったくりと言っても100万ドルとかじゃないだろ。ダルビッシュなら大した額ではない。店側の言い分も聞かないことはな。いくら人数いても高級ワイン開けないと焼肉だけで数百万なんていかないわな。ご視聴ありがとうございました。